ロベール一世は、フランドル博、フリース人博と呼ばれる。フランドル博ボードアン五世とその妻であったフランス王、ロベール二世の王女アデルドフランスの次男。ロベールは、フランドルの北の国境を安全にするため、1063年に、コラント博、フロリス一世の未亡人ゲルトルートと結婚した。その後、1070年に、実刑フランドル博ボードアン六世が死去し、 翌年1071年に、老いのアルヌルフ3世が戦死し、アルヌルフ3世に、弟ボードアンがいたにもかかわらず、フランドル博位を、老いたちから散脱した。1072年には妻ゲルトルートと、先風西フリースラント博、フロリス1世との間の娘ベルトド・オランドを、自分の重邸にあたるフランス王フィリップ1世と、結婚させた。しかし、年に、フィリップ世は、 一方的に王妃ベルトを捨てる形で離婚し、フランドルとフランスとの関係が悪化。以後ロベール一世は、イングランド王ウィリアム二世と接近するようになった。ゲルトルートとの間に以下の子女を設けた。ありがとうございます。